はい、もうちょっと夜なんだけれども、今からこのチェイサーのブレーキパッドを交換しますね。なぜ交換するのかというと、まあ単純に減ってるから。あともう一つあって、今度群馬17と恵比寿サーキットの走りに行くんだよね。これね、キー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 なるんだよ多分ね。ブレーキパッドについてる残量警告の金具みたいなやつあるんじゃん、あれがね干渉してねすり減ってるんだと思うんだよ。ブレーキパッドを交換します。でブレーキパッドはこれディクセルのブレーキパッド、昔ヤフオクで買ったやつかな。意外と結構溝あんだよねこれね。で自分のキャリパーはスープラキャリパーだから、スープラ用のこのディクセルのキャリパーを使います。後ろのこのブラケットから外せばいいのかな。今回はね後ろのブラケットを外します。まあ理由としては一応撮影の問題と、あとよく分かんなくて外しちゃってる。チュッ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 チュ、あワッシャーが噛んでたわね。割りピン抜いて6ピン抜くだけだから、そんな難しいことはない。お、取れた取れた取れた、お抜けた。で、これを上を取ってあげると、で上から引っこ抜くと、お取れた。さあこれパッドがもうないのか、うん、量的にこんな感じだからちょっと少ないんじゃない。あとはピストン戻してグリス塗ってブレーキパッド差し込んで終わり。とりあえずこれ大丈夫だと思ったよね。試しして。つけた感じちゃんと止まってっか大丈夫かなって感じだよね。あとは走ってみてだよね。で今日は夜遅くなっちゃったか終わり。で次のメニュー ISCV の洗浄をするんですよ。場所がここだね。なんか引いてみると分かりやすいか。もちろんやり方は分かんないんで、身からを見ながらやります。これあるあるだよね。なんで交換するかというと、去年ぐらいかな、ドリフト祭りで走ってて調子が悪くなっちゃった。ブン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 、 ISCV じゃねってなって、それで取るんですよ。めんどくせえな、作業しにくいな。なんでかっていうとさ、こういう感じになるのよ。ISCV のもの自体が奥だからさ、もう腰にくるよねこれ本当に。この体勢は作業しづらいね。ちょうどエンジンの真ん中ら辺にあるから。これはセンターカプラーを抜いて、ここに見える上下の2本のボルトを外してホースを2本取るだけです。ちなみにこのホースっていうのが2本あって、そのうち1本が ISCV 本体をずらさないと取りづらいんだよね。取れるかなと思ったんだけど、やっぱりターバーが邪魔で、ターバーを取ることにしました。なんかすっげー嫌な音してるでしょこれ。工具が負けてるんだこれ。タワーバーのナットは硬すぎてボックスがぶっ壊れた。うわ負けてるね。12。なんでこんな一筋縄でいかないの。作業量30分って書いてあったよ。30分レベル1だって。星1個なのになんでこんな時間かかってんの。もうだってもう2時間近くかかってんじゃない。ロイヤルホームセンター。12これか。さあでもこれでやっとできるはず。整備はああやっと取れそう。これでターバーも取れたので、これで中のガスケットとゴムパッキンとフィルターが取れる。このガスケットやらなんやらってトヨタで買ったんですよ。こっちが今までのやつで、これ新しいやつ。まずゴムパッキンはまあ見た目そんなさほど大きく、でもちょっとあれだよね、よれてんのかな。はい。でガスケット、ガスケットはねこれ一回も変えてないだろうから、うん、やっぱりちょっとヘボヘボになってんだろうね。でこっちのフィルターみたいなのが全然違うよね。めっちゃ汚いもんほら。
めっちゃ切ったね。結局はこれアイドリング不調だから、これをきれいにすればどっからでもいいかな。でもなんか綺麗な気がするけど、内側からね。清掃したのでこれでフィルター、ガスケット等を戻すんだけれども、戻す時の奥側のパイピングが全然入んなくてね。 ISCV の取り付けだけどちょっと時間がないのでもう今日は無理です。なかなかはまんない最後のやつが。とりあえず今日は終わり。全然収まんねえし。翌日スーパースケット登場。作業スペースが狭すぎて手3本ないと無理だったかな。お、押して、あ、一回離すよ。よしよし、来た。メス、うん、ちょっと待って、どっち、汗、ピッピッピッで、最後このカプラをポッチッと。よっしゃ、できた、できた、できた。ちょっと一回エンジンかけるか。まあ見てる感じアイドリング安定してるから大丈夫かなっていう感じなんだけれども、まあ一番問題は走行終わった後だよね。そこでどう変化するのかがっていうの心配なんだよね。でもここを洗浄したからといってこのチェイサー問題は解決したわけではない。この車は走行中に吹けなくなるんだよ。特に4000、5000とか。成田オートさんとかに聞いたら、アイドリング中は ISCV を疑えと、走行中の吹けないとかそういう現象はプラグを見ろと。なのでプラグを見ていきます。まあまずはプラグカバー、六角のボルト8本で止まってんで、ちゃちゃっと外します。いや、こういうのさ、全部なんつうの、お店任せてもいいんだよ、うん、全部お店任せてもいいけど、うん、それだと例えばね、何かあった時自分でできないなると、サーキットとかで、うんうんうん、それやばいじゃん。最低限しとかないと、だから最低限自分でできるとこやって、もし何か不具合起きた時はそのサーキットで直せるようにしないとさっていう話。サーキット行く人はある程度みんな整備できてる。できないと大変だよね。サーキットの人に行ってどうにかしてもらえることとかできない。できるかもしんないけども、かもしんないけども、だよね。ああ、どうにか外した。あ、外さなくていいんだ。よし、できた。持ってる ZRX 用のプラグレンチ 18mm でいけると思ったらダメだった。 16mm なんだよね、チェイサーって、 JZX って。だから買いに行かないと。また買い物、でも毎回これ買い物してるの俺。プラグレンチの旅に出ます。どうすか、アルテッタ。テッタって感じ。テッタテッタテッタてかさ、よく言われるんだけど、アルテッツァこうベタベタするって言うんで、ダッシュボードとか。リサコちゃんのアルテッツァベタベタしないんだよ。で、調べたの、アルテッツァベタベタってさ、みんな検索してんので、これはベタベタし終わったものらしいんだから、拭いたんだよベタベタを。で、拭くのはこれエタノールで拭くとベタベタが取れるらしい。で、色違うから、こう染め球とかで綺麗に黒くするといいって言ったんだけど。アルコール除菌とかでも取れるのかな、エタノール。エタノール、うん、取れるらしいよ。アストロついたよ。またセールしてんの。え、ここもセール。もうこのこれアストロしょっちゅうセールやってるし、セールでしかないし、アストロ基本セールしてるから。セーラーだから、セーラー、それをセーラームーンつんだよ。知ってた。よくわかんない。まとまっすぐ入れられない。なんかこれ便利そうだな。これ買ってみようかな。買っとこうかな、1個買おう。あったあった、これでいいか。ちょっとついでにトヨタン、これがないからこれもちょっと買っとこう、ついでにね。腹減ったね、うん、飯食っちゃう、うん、飯食うか。うまそうだな。何それ、豚骨。そうだ、あっさりしてうまかった。はあ、やっとだ。よし、やるか。メス、メス、汗、うん、白いの、うん、こいつを取るのよ。どうして取っちゃうの。取るんだよ。ダメでしょ。さあ、一番手前のプラグがめっちゃ硬い、ちょっと怖いので、他の要件ついでにちょっとアドバイスもらいます。あ、もしもし、お疲れ様です。すいません。あ、硬い。あー、そういう感じで、ね、なんかさ、キャブクリーナーとかエンジンコンディショナーとか、なんかさ、油汚れをがっつり落とすような洗浄液って持ってる。ああ、はい。
556でブシュート入れて、はい、あのちょっと緩めて戻して、ちょっと緩めて戻してを繰り返して。すいません、ちなみに今 YouTube 撮ってます。友情出演です。てな感じで、硬いプラグがそういう風に取れるらしいです。掃除するってこと？掃除に近いね。ほら外れた。めちゃくちゃ汚いね。実はこれ買ってから1回も交換してなかったんで、最低でも7万キロ以上使ってます。そりゃ吹けなくなるわな。ほら取れた取れた。オイルか、オイルにじんでんだこれ。やっぱり外してみたら純正とかに乗っかってるようなプラグじゃなくてレーシングプラグみたいなの入ってた。だからあれだよね、そのまま純正のプラグ買ってきて、その純正のプラグ入れたらちょっとおかしくなっちゃうとかあるよね。これじゃさ、じゃ例えば改造車買った人こんなの分かんなくない？だからもう探すんで。俺最初だもん。じゃさ、改造車買う人はさ、勇気はさ、こういう風にさある程度できんじゃん。じゃできないよ。弾ける人もいるし、弾ける人もいるじゃない。弾けない人はどうしたらいいの？改造車買いました、なんか不具合出ましたって。お店、お店に行けばいいの？買ったお店とかじゃん。買ったお店で分かるわけじゃないから。じゃどうしたらいいの？高い金払ってお店でひたすら直してもらうしかない。でこれでうちはできませんって言われたら、また別の店探す。別の店探すしかないんじゃない？大変だね。なんか未知のところいじってあるから、お店の人もいじれない。でこのなんつうんだろう、このコイルっていうの、イグニッションコイルっていうのか、どこの部分、これ、これが JZ100K っていうじゃん、この100系は3つなんだよ。へー。で90って1個前のやつが6個あるの。デチューンされてるの。コスパ的なそういう問題もあるらしい。だから古い車の方がなんか頑丈だとか、なんか聞いたことある。頑丈とかパワーで安いとか。オイルがびっちりで、また同じように。でもね、結構ひどいね。びしょびしょ汚いね。なんかほら、これはパッキン交換しないとダメかな。なんでこれ6個あるの？これ6発、6気筒エンジンだからプラグが6個。ここのとこに先っちょあるじゃん、こんなになってた。ここがこう火花が散るんで、でなんかこっちじゃないの？こっちは頭、こっちが頭で、こっちが下で。あ、そうなんだ。そう、火花で。今回で品番も一応分かったんで、また戻します。で翌日はエアロの補修。これ行事すぎる、このバンパーを。今回はちょっとね、違う風にリメイクしようかな。ちなみにこのバンパーは前回のドリフト祭りで真っ二つになったバンパーです。まあこれある程度もう形作ってやん、切って切ってやりやすいようにやって、で貼り付けて、そっからですよ。やりますか。後ろから応用上テープ貼るんですよ、こうやってね。よし、できた。こんだけテープ貼ったからいいだろう。で使うのはノンパラフィン樹脂と硬化剤、これを混ぜて液剤が完成するので、ガラスマットをペタ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 後ろから貼り付けていきます。まあ性格が出るやり方だと思うけど、まあこれでやります。やってくんだけども、まあ全体に貼るとこんな感じかな。あとは乾かします。最悪だよ、今回はスムーズにいいもの全部いくと思ったら、ここで変なことやらかして、あのあれなんだよ、これは俺のおやつなんだけど、あのビデオカメラとかいろいろ入ってるやつ、撮影機材。最悪だよ、クオ。最悪だ、きなこ棒ぶちまかした。 GoPro がきなこ棒になってたよ。これ吹っ飛ばしてるわ、フロアで。樹脂が硬化したんで、表の養生シートを剥がしていきます。楽しい？つまんない。楽しくない？つまんないよ。つまんない？うん、なんでそんな小声になっちゃってるの？疲れたから。こっちの方がちょっと形変になっちゃってる。なんで、別に変じゃないじゃない。変だよ。左右非対称になっちゃった。でもまあ FRP だからちょっと曲げればつくっしょ。チリが合わないってやつだよ。でこの3点のフロント、サイド、リアで FRP の補修が終わったんで、少し手を加えてリメイクするんだけど、内容としてはこのエアロにカーボンシートを貼っていきます。まあ、カーボンシート貼った方が軽く見えるっていう気持ちの問題なの？そうだよ、だってある程度だってそうじゃん、風鈴みたいなもんだよ。涼しく涼しく見えるじゃん、風鈴があるとさ音がさ
チリーンってなって、これも一緒でさ、カーボンシート貼ればさ軽く感じるの？軽く見えそうな気するじゃん。このカーボンシート貼るのにすっげー時間かかった。もうリサコちゃんにも手伝ってもらったけど、でこの完成したエアロを取り付けたのがこちら。できた。できたね。どうしたの？その梅干しみたいな顔して。え、梅干しみたいな顔してどうしたの？悪口言われた。でも画面越しに見るとなんかね、綺麗に見えるよ。そうだよ、これがね、近づくと一歩、二歩、三歩、四歩。ああひどい。なんか文化祭の準備みたい。文化祭の準備だよ。文化祭の準備。恵比寿サーキットはある意味文化祭だからね。体育祭体育祭と文化祭が混ざったようなイベントが。後ろは最低だけど、後ろ遠目から見るとね、ほらカーボンエアロくっつけてるみたいな。サイドだけめちゃくちゃ綺麗なんで、今年の反対側梨紗子ちゃんが貼ってくれたから。どれ、あ、綺麗。ここだけすごい丁寧に貼れてますね。ここだけそんな綺麗に貼んなくてよかったね。どうせもしかしたら割れるんだから。ほらほら綺麗。どうせここだけ、どうせボロボロになって割れちゃうんだから。まだまだこいつも使えるってことだね。これでとりあえず OK と。でまたその翌日、こいつを忘れてた。リアのブレーキパッドを交換してからどれぐらいの日が経ったかわかんないけど、リアフロントのブレーキパッドをやっと交換しますわ。このレクサスのブレーキキャリパーね、レクサスの LS460 だか430だかよくわかんないけど、その外し方はマリアと同じっすよね、これは。なんか今日はいつもよりか落ち着いてるね、言葉が。うん、まだ始まって作業がすぐだから。いつも後半になるとねんねんやん、すイライラし始めるから。どうしてるよって。まだ全部一筋縄でいかないのが俺の作業だから、何かしら事件が起こるから。よいしょ、このピンを抜く。よいしょ、おっと抜けました。よいしょ、よいしょ。はい、これがパッドです。残量少ないように見えるね。パッド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 、このブレーキパッドを交換するんだけども、事件が起こります。タイヤ外してちょっとあらかじめちょっと予習でやろうかと思ったんだけど、ね、ちょっと確認でブレーキパッドこれなのよ。で買ったブレーキパッドがこれ、全然違う。しかも全然こうないし、残量がギリギリで使えてるって感じで、そんなバカなみたいなね、完全にやらかした。もうこれは改造車購入あるあるだよね。実は2年前ぐらいにこれブレーキパッド1回交換しようと思ったのね。でこれレクサスの LS460 じゃねみたいな感じでヤフオクで買ったんだ。それからずっと交換してなかったんだけど、いざ開いてつけてみたら合わねえみたいなね。多分セルシオっぽいなこれ。改造してやるとこういうこと起きんだよね。何がついてるかわかんねえっていう事故だよね、単純に。でどうするのそれ。うん、とりあえずオートバックス電話したらあるっていうから、とりあえず買ってくる。めんどくせえ。毎回ショッピング動画、買い物動画になってんじゃん。サンマルセルシオのブレーキパッドがあるって言ってんの。とりあえず現地で今チェイサーについてるブレーキパッドを持ってって、そのサンマルセルシオのパッドと比較して合ってればオートバックスで買ってきます。ちなみにね、俺いつも車の中でどういう風な音楽を聴いてるかっていうと、今再生してないけどオーディブル聴いてる。音楽で聞く読書、やっぱりね、読書する時間ないからね、やっぱ車ぐらいしかないんだよね。車で聞いて読書できる、まあ読書って言っていいのかわかんないけど。到着、まあ、家からね10分程度の場所にあるから結構便利。どうだった？ん？どうだった？それはね、どうだったと思う？声がちっちゃいけど。どうだったと思う？あんま良くない結果だったの？うん、良かった。良かった？これがついてたもの。まあ、さっき言ったようにレクサスのもんだと勘違いしてて合わなかったって。てか普通に考えてさ、この穴が
違うよねそもそも穴違うよね今思えばね、うん、っていうね。なんとオートバックスにででんありました。あ、同じのが、うん、あ、よかったね。結局何のやつだったの？サンマルスレシオっぽいね、やっぱり。え、これ持ってってオートバックスに使ったやつ、これと同じのくださいって言っても、いや、なんか一応サンマルっぽいから、ちょっとそれ取り寄せといてって、あるなら出しといてって言ったら、合わせたらぴったり、ぴったりあった。ほら見て、よかったね。合ってるでしょ、上から見ればわかる、ぴったり合ってる、サンマルだよ。じゃあ今までいろんな愛車紹介でレクサスのタイパーがついてるって言ってたのは嘘なのそれあ、でもセルシオってレクサスのも出てるんで、同じ車で。うん、だから間違ってはないかもしれない。もしかしたら本当にレクサスの30のレクサスかもしれない。トヨタの30だったら嘘ついてることになってるけど、まあっていうわけだったんだよ。でフロントもチェックすると、やっぱ結構溝なくなってるね。こうやって置いても分かると思うんだけど、やっぱ残量がこんだけ少ないのよ。これで無事キャリパーを交換することができました。やっぱ一筋縄でいかねえなこれで。ちょうどいいタイミングでこいつが届きました。プラグが届いた。やっぱりタービン変えてあるから、まあ前回も言ったかもしれないけど、レーシングプラグじゃねえとダメだって。2万ぐらいしたかな、高かった。1個2万？うん、いや全部6個で、うん、で前回交換してたから問題もなくスムーズにいけました。入れます、はい、最後6本目ちなみにこれはネッカ8番っていうやつだった。正常に動くのか一体エンジンかけてチェックします。大丈夫かな。ね、バラバラ言ってなかったしね。気持ち ISCV 清掃してからなんかすごいちゃんと吹けるような感覚に陥ってる。それはどうか分かん、プラシーボなんか分かんないけど。プラシーボ、プラシーボ、プラシーボって何か分かる？こういう風に効くっていう風なこと聞かされると、本当にそういう成分が入ってなくても効いたようになっちゃう、うん、そうだよ。まあこれで OK かな。ブレーキパッド交換するときはこれ一回ちょっと開けとくのよ。なんで？なんでかっていうと、ピストンをこう戻すわけじゃん、うん、そうするとさ、ブレーキオイルがちょっと戻ってくるの。こっちブレーキオイル溢れちゃったりするからね。この見て、マックスって書いてめちゃくちゃ多くなっちゃう、戻したら。だからこれを吸ってあげて正常値に戻しときます。あとはチェイサーと、チェイサーとアルテッタに荷物をタイヤなんやら詰め込んで、エビスサーキット。そう、エビス行くのはアルテッタも出しますよ。